今回はですね、こちら学校側は100周したいと思います。こちらのステージなんかやばくてですね、必殺の秘伝書とか、必殺 G の秘伝書とか、あと極楽経験値玉とかをドロップするみたいな、必殺 G の秘伝書、スキルの秘伝書。これはやるしかないですよね、と。で、注意点がありまして、と、この学校側はなんやけど、パワーが封印されちゃうと、その妖怪学園 Y 以外のキャラクターを使うと、ってことで、妖怪学園 Y のキャラを使って攻略100周行きましょう。学校側はまだ入手していないから、その入手も含めて100周しないなど。どんなレアアイテムドロップするのか、1時間2時間ぐらいで周回できるかな。行ってみましょう。まず1周目、好物がコカコーラか、ヨカコーラ。これマケシマムゴット、あ、これめっちゃあれやん、ミュージックがさ変わってますよね。 BGM 変わってる。中央にミストシャドウを配置してると、一回だけ流れたやつ、アニメで一回だけ流れたこのソングが流れるんだよね。戸松遥香さんちゃうんかーいっていうね。何やったっけ ?8 話の時に、リターントゥー地球か。リターントゥー地球みたいな歌があるんだけど、それが流れるんだよね。で、こちらのステージでは特攻がクロックレディやから、クロックレディの必殺技を打っておきましょう。必殺技 G、タイムバインド Z。消す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 。フィニッシュ !24万ぐらい。1周目、何かドロップするのか?ヨキシマムゴッドドロップ。こんな感じでやっていきましょう。エイリアンウォッチとか持ってたら、もうちょい楽に倒せるかもしれないけどね。妖怪ヒーローパーキン H は余裕で倒せるな。これ逆に妖怪学園 Y のキャラクターじゃなかったら、なんか HP がやったら低いみたいな。やったら低くなるし。2周目行きましょう。先に鉱物をあげて。学校が Y ダブルゼータだもんね。YSP クラブがこの胸のとこら辺におるんだよね。で、操作しているんだけど。まあ、クロックレディがおればええわな。クロックレディがおれば余裕で倒せるわな。映画の時に結構ボロボロになったけど、メテオゴンという隕石が降ってきて、そのメデューサとのバトルで、なんかそれは、メデューサが隕石を降らせたのか、宇宙にいる何者かが降らしたのかわからんけど、で、その戦いで、メテオゴンとの戦いでボロボロになった学校が Y なんやけど、修理が完了して、今回試運転みたいな流れですよね。クロックレディだけでもよかったかな。反撃あるもんね、これ。まずったかな。タイムバインド。復活。誰かのスキルで復活。ナインテールかな。ナインテールがもしかしたらゾンビスキルあるんかな。出たかな。ドロップなーし。二周目もドロップなーし。HP1 で耐えている。HP1 で耐えてなんとか撃破。三周目。ドロップなーし。5周目の結果やいかに。チップとかドロップしてくれてもいいけど、普通にこれはヨカコーラかな。2リッターぐらいのヨカコーラ。8周目、そろそろレアアイテムドロップするかにゃー。しない、どんだけドロップしに行く。 HP1 でギリギリ耐えてよね。12周、あ、12周目で来ました。学校が Y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 、トロロロロロロポポポポン SP。 学校が Y 12周目でようやくドロップ。やっほー、超高合体学校が Y 発進。ちょっとこれ早速パーティーに入れて使ってみようか。学校が Y バーサス学校が Y みたいな。獲得ワイプアップだし、これパーティーに入れても大丈夫系じゃない。声高め。これ人兵の声じゃない、わーみたいな。ね。必殺技が F クラッシュパンチ。パンチか。選ばれた妖怪プニを消して高確率で地震が降ってくる。スキル自身の妖怪プニがデカプニで降ってくるだって。行ってみましょう。13周目。まだレアアイテム全然ドロップしないよ。もう鉱物はあげんでええから、クロックレディと学校が Y の必殺技もちょっと気になりますよね。あれ、
勝ち確定してから必殺技打つかな。クロックレディの必殺技はまあぶち込めば全然勝てるかなっていう。ミストシャドウ、ミストシャドウとか。クロックレディ、クロックレディカモン。よっしゃ。デカプリでええ感じ。クロックレディもうちょっと欲しい。必殺技 G。HP1 で耐えてるから無理か、必殺技は。14周目、コーラドロップ。コーラめっちゃドロップするわ。うわ、獲得ワイプアップナイスだな。これいいね。34ポイントゲットできるってことは、なんかせっかくだし、獲得ワイプアップするやつ飲んだりとか使っちゃいましょうか。これこれこれ。倍もらえる倍。30分間獲得できるワイプポイントが2倍に、これ使っちゃおう。よっしゃー、20周目行きましょう。なんかあれだね、中心の、中央のプにさ、普通に、ミストシャドウ以外にしたら、学校が Y 専用の BGM 流れるんよね。地獄アサシンを使うとさらに、獲得 Y ポイントアップ、凄まじい。で、なんか、ワイルドボーイめちゃくちゃプに繋がりやすいね。これスキルか、多分。ワイルドボーイシャンのは。で、学校が Y のデカプニがいきなり降ってくるのもすごいね。そろそろフィーバー突入しましょう。必殺技 Z。タイムポイント Z。学校が Y も必殺技いけそう。ファイナルクラッシュパンチ。HP16 で耐える。この HP16 っていうのは誰のスキルだろうな。地獄アサシンかな。ドロップなーし。で、この後ですね、獲得ワイプどんだけいくのか。今、ゲットポイント2倍中なんでしょうけど。学校がワイと地獄アサシンの効果ね。80ポイントはすげえな。23周目。今んところレアアイテム何もドロップなーし。ちょっとバグるか検証いきましょうか。クロックレディの必殺技でとどめと、あと敵のとどめがこう合わさった時にバグったんだよね、この間。それが再現するのかちょっとやってみたいなぁとは。まあ、一旦普通にバトルしましてと。クロックレディの必殺技 G の方がいいかなぁ。必殺技 G の方がいいかなぁ。まあ、いっか。3発ぐらい。2発ぐらい。これで決まらないと。はいで、一旦これでまあ、やるじゃない。あと1発ぐらいなわけ。で、敵が攻撃する瞬間に、ダメーし。すると、なんかバグるんよね。敵の攻撃と、こっちの攻撃がなんか、合わさるとバグるんだよなぁ。これどういうことなんやろうねみたいな。もうなんかどれ押しても、どのボタンを押してもなんかこう、効かへんみたいなぁ。どうしたらいいんだみたいな。一応勝ってるっちゃ勝ってると思うんだけどね。もうこれは強制終了するしかないよね。この一時停止ボタンも効かない。この敵の鉱物あげるやつも効かないみたいな。強制終了するしかないよね。ごく土の子をパーティーに入れた状態で、果たして学校が弱い倒せるのか。そこでフィーバー突入した方がいいよな。HP4000 だもんね。どうしよう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 。どうしよう。落ち着いていこう落ち着いていこう。ワイならいける。ワイならいけるってばよー。落ち着いて。落ち着いていこう。素早くフィーバー突入しないと負けちゃうよーん。いける、いける、頑張ればいける。いける、いけると思うんだよね。必殺技 G を打っておきましょう。これで勝ち確定。
ギリいける感じやね。ごく土の子パーティーに入れてもなんとか倒せますね。パワーはダウンするんだけど。これで獲得ワイプどれぐらいいくかだよね。100超えるかな。この後、よ、チェックでーす。90ポイント。まあ。いいね。100はいかんけど、90ポイント稼げるんやね。すごい。ギリギリだな。31周目。ダメか。33周目。もう3分の1来たけど、レアアイテムなかなかドロップしてんのよね。コーラやしね。45周目、ようやく。アイテムドロップ。めっちゃドロップ率低い。どんだけやな。消費札の秘伝書やし、みたいな。45周で消費札の秘伝書ってえぐいね。これほんまにスキルの秘伝書とかドロップすんのかな、みたいな。50周目、神経検知玉ドロップ。レアアイテムドロップし始めた。いっぱい吐き出してちょう。神経験値玉すごいね。必殺 G の秘伝書とかの方が欲しいけど、スキルの秘伝書とか、レアアイテム欲しいよな。ラスト決めましょうか。クロックレディの必殺技でとどめじゃい。タイムバインド。これで勝ち確定かな。決まらんかったらラスト一発、学校が終わりで決めるけど。はい、フィニッシュ。100周目最後ドロップするのか。何もドロップしないということですね。ということで3時間ぐらいやってきたんですけど、めちゃくちゃレアなアイテムドロップしなかったんですよね。ちょっと結果発表いきたいと思います。ヨカコーラ2リットルが6つで、ヨキシマムゴッドが2個で、消費札の変数1個、大経験値玉が3つ、神経験値玉1個という結果でした。なんか、スキルの秘伝書とか、必殺 G の秘伝書とかドロップせえへんのやみたいな、もっと200種300種しんとあかんかもしれないですけどね。はい、ということで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。